タリム盆地の衛星画像タリム盆地は中央アジアにある内陸盆地である。東西 1400km、南北 550km にわたって広がり、総面積は56万平方キロメートル。現在は中国、新疆をウイグル自治区となっている。タリム盆地の水系北に天山山脈、西にパミール高原とカラコルム山脈、南にコンロン山脈と、 アルジン山脈がある。盆地内の大部分はタクラマカン砂漠で占められており、周囲の山脈の雪解け水を源とするタリム川やクジャクガなどの内陸河川が流れている。さまよえる湖として知られるロプノールはタリム川の末端湖の一つであり、この砂漠の北東端にあった。およそ2万年前の最後の氷期から現在の間氷期へと移り変わる頃には、 盆地のほぼ全域がカスピ海のような極めて広大な湖となったが、その後気候が温暖化するにつれて、次第に水が失われ、大部分が砂漠になったと考えられている。降水量が極めて少なく乾燥しているが、盆地の地下には五台湖の10倍にもなる大きさの地下水源が存在する可能性が指摘されている。 三世紀頃のタリム盆地の勢力図この盆地は古来、中国で西域と呼ばれた地域で、シルクロードが通っており、ローラン、キジ、ウテンといった多くのオアシス都市国家が栄え、葉を競った。現在は中国領であるが、トゥルク系遊牧民だったウイグル人が今も住んでおり、言語もウイグル語で、文字はアラビア文字を使う。チベットと並んで民族問題をはらんだ地域である。 ありがとうございます。